魔法を使うそうだな。なんだって？魔法を使う者は信用できん。だからなんでだよ。お前たちの魔法はネネの魔法と同じだ。え？お前たちネネの手のものだな。またしても災いをなしに来たのか。違う違う、俺たちはネネと戦ってるんだぜ。僕たちはなんだかわからないうちに魔法が使えるようになったんです。決して怪しいものじゃありません。信じてください。本当だよ本当、マロたちいい人、本当。ネネと戦っている？それは本当か？本当だってば。信じてほしい。私はジブラル王に仕える傭兵ゾラ。それだけの年輪を重ねたあなたなら、この指輪が表す意味もわかるであろう。ん？ジブラル王家の紋章か。わかったかい？俺たち味方なんだよ。よろしい、皆にはわしから言っておこう。Join。Nothing. Item. Item. Gold. Item. Nothing. こんなとこで時間食ってる場合じゃないのに。ここに入ったの失敗だった。それを言うな。それをネネの手がかりがあると思ったんだよ。落ち着けよシュ。それについちゃ僕だって失敗したと思ってるんだからさ。
お前は落ち着きすぎ。どうしようもないだろ。クルックのことが心配じゃないのかよ。心配だよ、すごく。死ぬほど心配してるよ。うるさい。お前に言われたかないよ。ここにいたんだ、ジエロ。さっきはごめん。俺だって悪かったよ。クルックのことを考えてた。これじゃあ何のために指輪作ったんだかわかんねえよな。お守りにするだなんてさ、何の役にも立ってねえよ。ああ、もう頭くる。クルックは僕が必ず助ける。お前こないだから変だぞ。クルックのことになると妙に怖いしさ。僕クルックのことが好きだから。今なんつった？僕はクルックが好きだよ。だから絶対に守ってみせる。ふーん、ってそれだけシュはクルックのことどう思ってる？時々シュもクルックのこと好きなんじゃないかって思うことがあるんだ。前にクルックが言ってたんだよ。一人になると亡くなった両親のこと思い出してどうしても涙が止まらなくなる時があるって。涙が溢れて水たまりみたいになっちゃうって。それをシュは知ってる。でも黙っててくれるって。僕正直シュウに嫉妬したよ。僕は知らなかったからね、そんなクルックを。二人だけの秘密を持ってるみたいで本当嫉妬した。わかったわかった。そんなこといきなり言われても困るってば。ごめん。でももしシュウがクルックのこと好きなら僕諦めてもいいって思ってるんだ。シュウならきっとクルックを幸せにできるよ。待て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 ったら。お前なんか勘違いしてないか？そんなことないと思うけどな。でもさ、あいつが指輪を二つとももらった時俺さ、なんかすげえモヤモヤしてさ。俺女を好きになるってピンとこねえんだよな。だけどクルックは特別だ。あいつにひどいことするようなやつは俺絶対許さない。あいつが今までどんなに苦しくても頑張ってきたの知ってるから。ジーロはクルックを好きだし俺にはクルックは特別。それでいいじゃん。そうだね。明日は必ずここを出てネネを追いかけるぞ。クルックを助け出すんだ。ああ。